入試問題対策演習今回は慶応大学環境情報学部5位問題の解放2016年の問題を使ってやりたいと思います。の まあ、語彙問題の解放ですけれども難易度が高い語彙も確かにあります。で、えーとまあ、そういった語彙の出題があることから、えーとまあ、非常にレベルの高い単語集であるとか、えー、とそういったものをやるべきだという、まあ、指導もあの当然出てくるとは思うんですがあまり意識過剰になりすぎないということですね。えー、とこの辺はあの根拠となる部分に関しては後ほどお話をいたします。 えまた、えー、とこの SFC の問題というのは19年代から1990年代から、えー、とあまりその形式も変わっていないんですけども、えー、と語彙問題というのは、まあ、配点がそれほど高いわけではありません、えー、30問ほどありますけれども1、えー、問の配点はえっ、ー、と まあ、内容審議問題、内容に関する4択問題の方が、えー、配点が高いということです、えー、ですから、えー、と時間のかけすぎということには、えー、十分に注意をしてください、えー、どうしてもわからなければもう飛ばして、えー、あとはロスタイムで処理をする、えー、ダメなものをいくら考えても答えが出てこないのが誤嚥問題ですので、えー、それよりは、えー、と時間的な余裕があった方が正答率が上がりやすい、えー、内容に関する問題の方に時間を割くべきでしょう え3番目、えー、回答に必要な6つの能力っていうふうにあります。でこれはあのそれぞれ6つ別の種類の、えー、とものとしてここで挙げてありますけれども、えー、と実際に問題を解く際にはこの6つの能力を、まあ、複合的に使うような問題というのが、えー、と多いですね、えー。単純に語彙の知識この単語の意味を知ってますかという、えー、語彙の知識量レベルを問う意図で作成された問題、えー、とこういったものも確かにないわけではないですが、えー、SFC の中ではそれほど多くはありません。 番番多いのののがこの2番の文脈です。知識よりも文脈の把握力を試す意図で作成された問題が多いので結局は読解の深さ読解の質そういったものによって正答率が左右されるということになるでしょう。 えと3番目に背景知識、えー、とこれは、えー、と長文全体を読むときに当然あった方が有利ということです特に SFC の場合さまざまな分野から、えー、非常に専門的な、えー、と内容が出題されますのでスキーマの有無が物を言う、えー、とこういった問題が多いことも知っておきましょう4番目派生語や語源ということですがこれは そうですねあのもちろん日頃の単語学習で派生語を覚える語源を覚えるこういった学習をしてる人の方が非常に難しい単語この1番の語彙の知識を聞くようなタイプの問題に対してこの4番の知識が生きることがあるというそういうタイプの問題です5つ目はコロケーションあるいはイデオムつまり連語だとか熟語語の結びつきこういったものの知識を問う問題 6つ目が文法力を問う問うう題ということいこです。SFC の問題を実際2016年の問題を大問2つほど解いてみてどういうふうにこうした6つの知識が活用されるのかというところを中心にポイントにして授業を行ってみたいと思います。 はいえー、と例によって、えー、まずは問題を載せてありますので、えー、と PDF ファイルをプリントアウトして問題を解いてみてください。で実は、えー、とこの環境情報の問題は長文の中で、えー、と問われる語彙問題ですのでこういうふうにあの単語の独立問題として出ているわけではありません。 ただ実際に今回2016年の環境情報の問題を、えーまあ、研究してみて分かったんですけども、えー、SFC の問題の場合、えー、とその長文の全体映像をきちんともちろん把握することは必要なんですが回答に直接関係する箇所というのは非常に狭い部分に限定されます。で、え、で、ー、ですのでこういうい形で抜き出しても実際に、えー、と,問題を解くことが可能である、えー、ということから分かるように、えー、と周辺をとにかくしっかりと読むということが大事になります。 はい。えっ、ー、と、それでは、えー、回答解説を見ていきます。えー、まず一つ目の、えっ、ー、と、空襲のところ、えっ、ー、と、三択の問題になっているわけですけども、えー、なぜだということを理解するために、you have to understand the shape of the technical problems and compare them to market 何々ってことですね。 そうすると、マーケットのキャップなのか、フォースなのか、えっ、ー、と、ロケーションなのかってことなんですけども、えー、当然ですが、これ、文脈、それから背景知識があればですね、えっ、ー、と、結局、そのマーケットの力、えっ、ー、と、<laughs> という、えー、答えはすぐに、えっ、ー、と、正解できるかと思います。えー、2つ目、sure, we have built machines。で、ここで、えっ、ー、と、for ですか、on ですか、with ですか、というのが2番の問題。で、その後に、えっ、ー、と、続いていくのが、 えっと、1番、2番、3番と、えー、っと、少し難しめの3番の単語も、ディクスターリティという言葉も出てきてますけども、えー、of a human というふうに繋がっていきます、えー。どういうふうに回答していくかというと、この2番の問題に関しては、もう明らかに文法ですね。それも、えー、っと、中学校1年生レベルの文法です。えー、この with は所有を表す with で、えー、例えば adore with blue eyes. 青い目を持っている人形青い目をした人形というふうに所有を表す用法ですから A with B が A w h i c h have has B という所有の用法がさえ分かれば3番はすぐに選べるはずですね。それから、えー、と人間のリライアビリティというところが、まあ、出ているわけですけれども、えー、と信頼性信頼度、えー、というようなことになるわけですけれども私たちは、えー、と腕や、えー、足を持っている、えー、とマシンを、えーとまあ、<laughs> 組み立てたと。 えー、そして、えー、っと人間の、えー、っとカッコ3番に入るものとリライアビリティ、えー、というものも備えているというふうに読んでいく、えー、わけですから、えー、語彙の知識とそれから派生語語源の知識があると、まあ、答えやすいと。 えっと、このナンバーワンの問題の中で、カッコ3番は少し難易度が高いと思います。えー、DXT という、えー、と言葉は、ラテン語で右、えー、を表しますで右手の、えー。右利きの人は器用、左利きの人は不器用というふうにされましたので、えー、とこの言葉がついてると、えーえー、と器用さ。 えといいっった言葉の意味になっていくわけですねそうすると,、えー、と人間が持っているような清さや、えー、と信頼度そういったものを備えたマシン機械というものを私たちは、えー、と今までに作ってきましたよねという話ですのでここでは3番が答えになります。 はい、えーと。もし仮にこの3番が、えーまあ、自信持って選べるという受験生は、えーとまあ、非常に少数派でしょうから、えーと、そうすると1番、2番を見たときに、えー、インテグリティという言葉と、それからデモンスタビリティという言葉ですね。えー、とこれらがそれほど、えー、と難しい単語ではないので、えー、この辺はまあ消去法からも、えーとまあ、回答選択、正解を選ぶことが可能かもしれません。 はい。えー、もし、この1番や2番に関して、えっ、ー、と、まあ、自信のある知識がなければ、まあ、この問題は、えー、捨ててもしょうがないかな、ということですね。はい。えっ、ー、と、次に行きます。えー、4番の問題ですけれども、anyone who's g o t t n into an agreement, argument with his smartphone can well understand 以下って書いてありますけれども、結局、電話を使えば、dependable、えー、で、えー <laughs> なまあえー、と会話が、まあし,えー、としにくいんだ、えー、と要するにスマートフォンを持ってアーギュメントというものを、えー、と議論というものをしたことがある人だったら誰でも分かってると思うけどいかに私たちは、えー、と遠いのかどこから遠いかっていうと From having conversation with machine.、えー、機械を用いて えーと要するに信頼できる会話っていうものがいかにその電話を使った状態だとやりにくいかやはりその顔を付き合わせてフェイスゥフェイスで議論をする方がやりやすいということになりますのでそういったことから1番を選びますディベートにしてもレクチャーにしても非常に基本単語ですからここで必要なのは2番の文脈と論理特に文脈ここでは文脈ですね文脈というものをしっかりと把握できるかどうかを試されている問題と言えるでしょうはい、えー、次スピーカーインディペンデントオープンエンディドスピーチは えー、何々、with, えっと、better, t h n 99% reliability というふうにありますので、99%以上の、えっ、ー、と、信頼度を持った、えっ、ー、と、スピーカーインディペンデントで、えっ、ー、と、オープンエンディっていうのは、スピーチの、えっ、ー、と、 <laughs> 要するに認識ということですね。だからここも文脈がしっかり読めるかどうかで、単語自体ブレイクダウンもリコーディングも難しい単語ではありませんし、リコグニッシュも難しい単語ではありません。ですからこれは語彙力というよりは、文脈の中で適切にしっかりと読解ができているかどうかということを試している問題だというふうに考えてください。 はい。えっ、ー、と、次、6番目の問題ですね。たくさんあるので、えっ、ー、と、ちょっといつもよりスピーディーに行きます。The human brain's ability to process information and learn and make decisions is something we can barely understand. つまり、脳についてはまだ、えっ、ー、と、その思考過程でどうなってるのかってのことも、私たちはまだ、えー、ほとんど要するに理解はしてないんだ。で、ましてやですね、リプロデュースする、えー、なんてことは、えっ、ー、と、<laughs> できないよ。 いう,ような話です、えー、ですからここも、えー、ともちろんそのコロケーション・イディオムの知識レッドアローンをここでは選びますからその、えー、と結局アンダスタンこういった人間の脳に関する理解というものが非常にまあえっ、ー、と <laughs> 理解することすらま、まだできていないのに、えー、それをですね、えー、と機械として人間の脳を我々が、えー、と神の手ではなく、我々の人間の手で、えーとさえー、とリプロデュースする。えー、こんなことはましてやできないよね、ということで否定文の後でましてやなんとかないという意味になるレッター論を入れます。これは To Say Nothing of なんかと同じような意味ですね。 はいえー、もちろんコロケーションイディオンの知識が、えー、と基本になりますが、まあ、形容を受けるレベルの子でこれぐらいのレベルの単語バー2にしてもオンリー2にしてもレったアロンにしてもこういったものが分かっていない、えー、学生はいないと思いますからここもやはり土台は、まあ、あえて、えー、今回は、えー、と2番のところに赤をつけてませんけども、えー、と文脈や論理の力というものが非常に大事になることは言うまでもありません。 はい、えー。次、7番の問題ですね。えっ、ー、と、これも any one of those three tasks is、えー、ほとんど、ね、不可能であるということですね。frequent しばしば不可能なのか、えー、undeniably impossible なのか、この辺も結局文脈や論理の判断力が全てという問題になります。はい。えー、Humanoid robot would be a multi-purpose platform が正解になります。ここはちょっと難しい問題で、プラットフォームというと、えっ、ー、と、まあ、 駅なんかのプラットフォームのことをすぐに思いつくと思うんですがもともと土台とか円断という意味ですねで、これがコンピューター用語になると要するに、えー、と基礎になっているものという意味で使います例えばアプリケーションにとって、えー、とプラットフォームは何かというとそれを動かしている OS じゃあ OS を動かしている OS のプラットフォームは何かというと CPU であるといった具合にですね、コンピューター用語として使われている言葉ですでこのあたりが、えー、とこのまあロボットのテーマそのものもそうなんですけども、えー、背景知識 ここでペデストラルなのかステージなのかプラットフォームなのか、えーとまあ、選ぶ決め手が全くありませんのでこの辺は背景知識3番の背景知識が非常に重要だということが言えます。はい、えー、と次、えーと「The Same Humanoid r o b e t Could do more useful things, like、同じようなヒューマノイドロボットというものがもっと、えー、と要するに役に立つことをやってくれる、えーと。どういうことかっていうと、like vacuum your house ということですから、あなたの家を掃除したり、あるいはあなたの体をどうするのかって話ですね。グローする、リプレイスする、ありえないですから、スーズ。これも基本単語ですので、えーとまあ、このレベルの大学を受験する生徒にとっては知らない単語ではないと思います。文脈 論理さえつかめれば、ここではまあ文脈ですけども、えー、体をどうするのかということですからロボットがやってくれること、えー、緊張を和らげてくれる、えー、ということですので、えー、っと文脈さえつかめれば常識で回答で,できるレベルの優しい問題ではないかと思います。はい、えー、1番の最後の問題ですが、えー、っとここで As cost continue to 何々つまりコストが何々になりそして、えー、テクノロジーが continue to advance、えー、というふうにありますので技術が進歩し続けていけば えっと、そうすると、このアーズは、えっ、ー、と、こわみ、 ミーニングととしして同じってことを表しますのでそうなるとイコールどうなるかってことですね。私たちは We will be able to make lots of special purpose robots to solve real consumer problems ということでスーパーロボットいろんなことをやってくれるような、えー、とそういうロボットを作ることが可能になっていくコストが高くなればなのか低くなればなのかもうこんなことはすぐにわかりますよね当然ですけども安くなればということで下がるってことを表しているのは2番しかありませんよって文脈論理の力 非常に駆け足で今大、えー、問の1を見ていきましたが、えー、2016年の環境情報慶応大学環境情報の語彙問題に関して言うと、まあ、10代出ている問題を、えー、まあ1問につき1つの能力が必要ってわけではないので全部足しても10になりませんが、まあ、分類していくとですねやはりこの文脈論理の力を使う、えー、とそういう問題が、えー、と6問あるこれ非常に多いというところに気をつけてください。 一方で、えっ、ー、と、単語の知識を、えっ、ー、と、ダイレクトに問う、ストレートに問うっていうタイプの問題というのは、えー、意外に少ないんだな、ということですね。もちろん、発生語や語源の知識があったらいい。それから、ま、背景知識、これは、ま、2と少ないに見えるかもしれませんけれども、えー、英文全体を読解するときに、これは必要になるので、えっ、ー、と、過小評価すべきではありませんが、いずれにしても、えー、連語や熟語の知識をそのまま問う。 文法的な知識をそのまま問う。単語の知識をそのまま問うってタイプの問題よりは、文脈の把握力、背景知識、えー、こういったものを中心に、えー、読解力そのものを、えー、つまり語彙力ではなく読解力を聞いているっていう問題が非常に多いということです。では、どの程度目標点として必要かということですけれども、今見ていた中では3番、8番がやや難しいので、仮にこれを落としたとすると、目標ラインはまあ10分の8。8問はえときちんと拾える問題だろうというふうに思います。 えー、テーマそのものについていけない読解力では、えーまあ、ここまで今、えー、と語彙の問題に限って見ていますけれども、えー、だけれどもその周辺からその理解をちゃんと深めていないと、えー、こういうふうに、えー、素早く判断していくってことは難しいですから、えー、背景知識が乏しい人、えー、とテーマそのものについてちょっと興味だとか関心だとか今まで持ってこなかったなという人は、えー、とどういう直前の時期であってもですね、まあ、いろんなものに興味を持つという姿勢を忘れないで学習に励んでください。 はいえー、それでは次は大門の2に、えー、移りたいと思います。 はい。えー、台物には、えー、環境情報、えー、ここにまた問題を出しておきましたので、えー、プリントアウトして実際に自分で解いてみてください。はい。えー、ここでは5位の問題だけを取り上げていますので、えっ、ー、と、まあ、実際に、まあ、理想的にはですね、あの、長文の中で出されている形式の中で、えっ、ー、と、実際に自分でやってみると良いと思います。でも、えっ、ー、と、今回解説して、えー、聞いてもらえればわかると思うんですが、実は、えっ、ー、と、全部を読まなくても、その周辺の意味をしっかりと捉えることができれば、答えられる問題がほとんどだということで です,ね、ですから、えー、と全体の理解を土台にした、えーとまあ、非常にその高度な えーと思考力を問う文脈、文脈把握力を問う、読解力を問う、そういうタイプの問題は SFC にはそれほどこの語位の問題に関してはない、えー、というふうに考えているでしょう。また、えー、っと4択ではなく3択ですので、まあ、非常に、えー、っと取り組みやすい。ただ、たちが悪いと言ったらあれですけれども、えー、っと3択ということは、全然訳が分かってなくて、その勘で答えている人でも3分の1正当する可能性があるわけですね。ですから、えー、っと平均点があまりその下がらない。 えー、ですのでやはりその安定した、えー、と高得点というものを取れる学力を持って、えーとまあ、受験に臨むのが良いかと思います。えっ、ー、とそれでは、えー、とこの <laughs> 環境情報の第2問目の問題の回答解説をやっていきましょう。 はい、えー。ここでは、その、ナノテクノロジーと言われる、えっ、ー、と、まあ、テクノロジーについてのお話で、まあ、あまりですね、その、えー、翻訳なんかも出ていないような、えっ、ー、と、研究、えー、ですね。ただ、まあ、非常に大きな研究ですけれども、えっ、ー、と、そういったものについて、えー、書かれた英文、えー、かなり長い英文ですけれども、その中で語彙と、えっ、ー、と、読解力を試す問題が出題されています。で、その中でも語彙の問題は、えー、実はちゃんとその周辺さえ読めれば、それほど難しい、えー、ものではない。ナノパーティクル is one,、えー 1m 1の10億分の1である。It might be hard to appreciate how small that is. どんだけちっちゃいかなんてことをちゃんとまあ理解するのはまあ難しいかもしれない。しかしということですね。オーストラリアのバーチャルナノサイエンティストであるアマンダ・バーランドという人が、えー、とこの見えない世界というものを理解していますよと。えー、だから、えっ、ー、と、 こんなえっとまあすごいミクロの世界、えー、を目に見えない世界をこの研究者ここに写真を入れてありますけれども彼女は理解をしているだからという論理に注意してください。 だから、ざっと以下のことは、エクスキューズなのか、ダウトなのか、ワンダーなのかに当たらないってことですね。まあ、もちろんこれを見てすぐに、ノーダウトやノーワンダーを、えー、思いつくかもしれませんけれども、しっかりと後ろを読んでいく。そうするとですね、目に見えない世界が理解できる人。だから、アマンダは今年の受賞者になった。この辺、えー、っと、これは環境情報や、えーまあ、SFC 全般に限りませんけれども、慶応大学の、えー、っと長文というのは非常に肩書きが多いもの。 えですね、人物こういう名詞が出てくると非常にその肩書きが多いものが多いです。 で、こういったところはそんなに、えー、と気にしないで読んで,、えー、でいけばいいかなと。ここにアウォードという表現が、アオディという表現がありますので、そのアウォード、つまり受賞している賞を受け取った人だ。プライズという表現もあるので、その辺からこの辺のところはあんまりよくわかってなくても、大、え、体、ー、まあわかるんじゃないかなということですね。ここにまあ、えー、ノーベル賞のようなもんだというような話がありますので、えー、こういったものを、えー、と彼女が受賞した。えっ、ー、と、これは、 ノーエクスキューズなのかノーダウトなのかノーワンダーなのかもうワンダーしかないですよね。驚くに当たらない。すごい世界のことが分かっている人だからすごい賞を受賞しても全然びっくりしないよねっていう話です。ここで大事なのは2番の文脈と論理。この層をしっかりと見て、えー、と前後関係から回答を決めていく能力です。 はい、えーと、次、えーと、2番目の問題になりますけれども、17番という回答番号になっていますが、大問2の中の語彙問題としては2問目になります。ここは、えーと、もう見た瞬間に答えを決められるところで、えーと、make the なんとかオブって表現ですねで。もちろん文脈も当然確認するんですが、えー、と最大限に利用するという基本的な、えー、と基本中の基本のイデオムですね。Make the best of の場合には、えー、とまあ不利な条件を最大限に活用する、えー、といった意味で使われることが多いですけども、えー、とここでは普通に、えー、とニュートラルに何々を最大限に活用する。Make the most of 基礎イデオムの問題なので、えー、この辺はさっとやっつけてしまいたいところですね。 はい。えっ、ー、と、次の問題は少し単語は難しいです。えー、アンダーピン。 っていう表現があるんですけれどもただ、えっ、ー、と、2番、3番の選択肢を見てください。中学生レベルの understood という単語であるとか、undertake も難しい単語ではありませんよね。そうすると2番、3番が入らないってことが分かれば、この underpin という表現、支えるという意味なんですけれども、えっ、ー、と、正解がまあ難しい問題でも、他が明らかに違うので、これも比較的簡単に選べるんではないかということです。えー、彼女のダイヤモンドディスカバリー、素晴らしい発見というものは、何々、 を支え,、えっと、支えてきたということで後ろの文脈とのつながりがわかればここも、えっと、長文全体を読まなくても、えっと、一文だけで回答することができます。 はい、えーと、次ですが、えー、among her other research highlights, Amanda developed a new technique for investigating the shape of nanomaterials, including their size, temperature, or potential uses in chemistry.This means, このことは意味しますよ。We can, 何々全部ということで動詞が入るわけですね。はい、テイラーも dress もそう、もうこれもまあ、えーと、要するに家庭科でいうところの、まあ、裁縫、えーと被、皮、え、膚、ー、そういったものに関する言葉なんですが、えー どれを入れたら一番イメージが合ううかということいこです。そうするとこのテイラー目的語トゥーフテイシっていうようなパターンの英語っていうのはおそらくあまり見たことがある人はないと思います。ですので慶応大学も知識として知っているかどうかということを試しているのではなくこの全部が指しているものですねこの後ろに来るこの全部が指しているものがナノマテリアルズであることナノ材料非常にちっちゃい材料を えーとどういうふうにして、えー、とナノ粒子を作るようにするのか、えー、ここでどういう文脈のだ、えー、単語を入れればいいのかってことです、はいえー、ということですから、えー、と非常に小さい材料に何かドレス、えー、と <laughs> 何かを着せるのか縫うってことはまずありえないですよねだから、えー、ここでテイラー、えー、そこを仕立てる、えー、というふうな、えー、と意味になる えー、ということなんですが、まあ、これも、えっ、ー、と、多分1番か2番かでかなり迷うんじゃないかと思います。ただ、えっ、ー、と、迷っても、えっ、ー、と、他に、えっ、ー、と、回答の、えー、根拠となる情報を探すことはできませんので、えー、このやはり内容に関して、まあ、理系の内容ですけれども、その辺がしっかり分かっている人であれば1番自信持って選べると思いますが、ちょっと自信がない人は、えー、ここは1番か2番かなということで、えっ、ー、と、 <laughs> そうですね。なかなか決め手にかけるかもしれませんがあまり時間をかけずに次の問題に行きたいところだと思います。はい、えー、次。before, Amanda がここはもう単純な、えー、とイデオムの問題ですね。set, off, set, out, for、えー、何々に向けて出発するという基本塾の問題ですから知らなかったという人は知識面での、えー、と補強をしっかりやっていきましょう。はい、えー、と次の21番目の問題ですけども I enjoy our current move into big data. Going into big data sets to identify trends between nano properties and structures is like finding buried treasure というふうにあります。It is exciting when you can see the forest for the 何々 and get a moment of clarity when all the data corrects というふうになりますね。あらゆるデータが集まったときに、えっ、ー、と、<laughs> ま、本当に喜びを、exciting だよねっていう話を、まあえー、としているわけですけれども、 えと要するに、えー、森を見ると。と そして、この4は何々を求めてって意味ですよ。何を探して森を見るのか、えっ、ー、と、鳥なのか、グラス、えっ、ー、と、草なのか、それとも木なのかってことですね。で、えっ、ー、と、決め手はどこにあるのかというと、判断をする根拠は、えっ、ー、と、必ずテキストに求めてください。えっ、ー、と、自分の常識で、えっ、ー、と、考えなさいと言ってる問題ではないんですね。そういう問題はまずないというふうに考えた方がいいです。そうすると、ここでは、えっ、ー、と、埋もれた宝、埋められた宝ってことですよね。 そうすると、えっ、ー、と、要するに2番なのか3番なのか。で、森ってありますから、ここはやっぱり3番ですよね。えっ、ー、と、1番を選んでしまう人っていうのは、ちょっと発想が飛躍していて、えー、要するに森の中の鳥を探すと。でも、鳥っていうのは、えー、移動自由で飛んでいくものですよね。だから、えっ、ー、と、ここの b u r i e d Treasure という表現、このレトリックに対応するようなものとして、しっかりと、えっ、ー、と、回答の根拠を見出せるかどうかというところがポイントになります。 はい。えっ、ー、と、次、え二十二番目の問題ですけれども、えっ、ー、と、科学をえっ、ー、と、ここにありますね。Those moments are really interesting and I look forward to having more of them.I also love that science is reinventing itself all the time. 科学っていうのは常に自分自身を、えー、再発明していく、えー、ような、えー、もの。 だから、えっ、ー、と、そこはまあ気に入ってるんだ。It、never becomes complacent というふうにありますが、これはま、えー、と重要単語ですね。えっ、ー、と、満足をするってことです。だから、えっ、ー、と、科学というものは、えっ、ー、と、常に満足するものにはならず、そして、常にエキサイティングワクワクするものだ。それがまるで、えっ、ー、と、どういうふうな状況であるかのようになるのかってことなんですが、常に、 えーと譲るという、えー、リボルブなのかイボルブなのかリボルブなのか語源的なことを言うとボルブっていうのは要するに回転するっていうことなんですけれども、えーとまあ、ここは単語の知識としてしっかり知っておいてほしいですが当然イボルブ進化するってことですねだから科学っていうのは常に進化してるから本当にワクワクさせられちゃうよねと、えー、いうことですこれでいいという、まあ、あと <laughs> 満足で終わりっていうようなことがないよねっていう、えー、そういった内容として捉えてあげればよいかと思います はいえー、と14番目の問題という、えー、ところなんですが、ここは、えー、と語源の知識が、えー、あると、まあ、分かりやすい。ただ、えー、文脈や論理、それから語彙の知識ですね。えー、そういったものでも、えー、解いていけるかと思います。I use statistics to determine。要するに統計というものを私は使うよと。how well certain tiny material structures will perform under specific conditions.by predicting how imperfections at a molecular level impact on performance. はい、We can design products with less 何々ということになりますね。私たちは、私は統計を使うと、どれぐらい、えっ、ー、と <laughs>、まあ、よくですね、えっ、ー、と、こうした、えー、と小さな、えっ、ー、と、要するに物質というものが、えー、あるコンディションの、えー、ある条件のもとで、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、作用して、パフォームしていくのかということを決定するのに統計を使うと。 でそして、ハウイカのことを、えー、予言する、予言する、えー、ことによって、私たちは、えー、とその、えー、プロダクツというものを、このフォールツはマイナス失敗ですよね。from the outset。最初から失敗、最初からの失敗。鼻から失敗するもの、えー、に、<laughs> まあ、レス。 えー、ならないようにということになりますので、えー、そこで文脈上合うものということです。ただここは、えー、っと、この3番の単語の意味を知らないとなかなか難しいんですが、この、えー、っと、セプトっていう言葉は、 えー、レシーブだとかそういった言葉の中で使われるセーブだとかセプト、えー、こういった言葉は全部テイクの意味ですからサス、えー、っていうのはここアンダーの意味で、えー、と感じやすいとか影響されやすいという意味です、えー、今回これを、まあ、問題として間違えた生徒も、えー、ここに、えー、とこの、えーと <laughs> スイーブだとかセプトを使っている語源の単語一覧としてまとめておきましたので、えー、とこういったまあ語源学習もえとしておくとこういう時に役に立つよということの一例としてえ取り組む、まあ、覚えてもらえればえといいかと思います。 はい、24番目の問題ですけれども、ここは2番、3番の選択肢が非常に優しい単語で、明らかに文脈に合わないので、すぐに1番のベーシック、ファンダメンタルの意味のインテグラルを選べるかと思います。We can also design molecular machines that can perform more familiar tasks like cogs in a watch. They are an 々 component that can enhance or improve products. ですから、ここでプラスの意味の言葉だということがわかりますよね。で、interested はコンポーネントにつながるものとして、興味を惹かれたということではおかしいです。interpreted、えー、と,という言葉も、えー、と当然文脈に合いません。よって一番もし知らなくても、えーと、比較的簡単に消去法で一番を選べるんじゃないかなと。 えっと、要するに製品の、えー、まあ、質を高め、えー、要するに良質なものにしていく、改善していく、えっ、ー、とそういった、えっ、ー、と部分だということですね。はい、えっ、ー、と次、えっ、ー、と最後の問題になりますかね。I don't want to know, I hope, I'm not able to predict where science goes. 科学がどこに行くかということが、えっ、ー、と要するに予言できない、わからない。えー、そういうことを私は望んでいるということですね。 えっと、それよりも、要するに科学がどこに行くか、これからどういうところに行き着くのかってことなんか別にそんなことは興味なくて、それよりも私は驚きたいんだと。次にどこへ連れてってくれるんだろうと。そしてそれ、その、えっ、ー、と、まあ、the、Ride、そうやって、えっ、ー、と、科学という乗り物に乗っているっていうのは、まあ、イメージですけども、それを楽しんでいきたいんだということですから、これも明らかに論理の問題ですね。科学の行く先を予見できない。 次はどこへ連れて行ってくれるのかに驚きたい。ここに入るものは何ですか？って言うと、それよりはむしろということですから、えっ、ー、と3番ですよね。それでもなおとか、えー、そうでなければ、という1番や2番が入るはずがありません。えっ、ー、と文脈をちゃんと考えれば、このえっ、ー、と全体本文全体の長文を読まなくても、この1文を読むだけで、この問題も回答ができます。 1>, はいえー、と1番同様2番も、えー、この6つの能力のどの能力を使ったのかというところを、えー、分析してみましたそうすると2番の文脈論理の問題がやはりズバ抜けて多いということがわかるかと思いますもちろん、えー、と今回の2番の問題は語彙の知識がものを言う問題派生語語源の知識がものを言う問題も結構ありましたねで、まあ、背景知識ゼロになってますけどもこれは この、えっ、ー、と、長文そのものがですね、理系の長文で背景知識があった方が圧倒的に有利に読めるものですから、ゼロだからといって、ここは過小評価しないでください。で、ここはちょっと2番は1番に比べて、連語や熟語の問題を、えっ、ー、と、そのまま問うような問題というのが多かったのが、えっ、ー、と、目立ちました。まあ、18、19、23はやや難しい。まあ、それを、えー、と考慮しても、目標ラインは10分の7になるということです。 そうすると、ここに、えっ、ー、と、全体の1番、2番の問題。今回ちょっと3番も扱おうと思ったんですが、著作権の、えー、と関係でですね、えっ、ー、と、長文の本文がなかったので、えっ、ー、と、1番、2番だけで、えっ、ー、と、解説を作っていきました。そうするとですね、1番、2番を集めていくと、やはりその20問の中で、えっ、ー、と、13問ほどが文脈を使って、 の把握力、論理のえっ、ー、と理解、えー、そういったものを使って、えー、回答する問題だということが分かります。で、えっ、ー、とそれ以外の語彙の知識、ダイレクトに聞くような問題は意外に少ない。背景知識は少ないけれども、えっ、ー、と全体の理解のために必要で、えー、深まればこの文脈論理のえっ、ー、と。<laughs> レベルが上が上りますので、ね、で、まあ、評価しないい。くださいで派生語や語源の知識も、まあ、あると、えー、答えられる問題も、えー、中にはありましたねということですね。で、連語や熟語を直接聞くような問題や文法を直接聞くような問題というのも、えー、もちろんあるんですけどやはりこの2番のところが非常に重要だということが分かってもらえるかと思います。はい、えー、っと <laughs>。 目標ラインは、まあ、70%から75%できればまあ80%を目指してほしいとこですけどもただ、えーとですね、この五位に関する問題というのは読解に関する問題、えー、4択の読解に関する問題よりも配点が少し低く設定されているようですですので、えー、と時間をかけないということも実は、えー、と対策攻略の上では非常に大事なんではないかと、えー、3つしか選択肢がないので、えー、と時間を使ってゆっくり考えれば正解に行き着くかもしれない とといいいいううふうに、えー、淡い期待を抱いてて解しまうが、えー、と受験生も多いかもしれません、えー、でも実際に時間が必要なのはもっと,、えー、と内容に関する問題ですから非常に、まあえー、と長文の長さも長いので、えー、情報処理は、えー、と非常に能率的にやらなければいけない。だけども、えー、と時間があればあるほど正答率は上がる傾向にあるのでこっちのその、えー、配点の高い読解問題の方に時間をゆっくりかけられるように語彙、えー、の問題は、まあ、前後関係でしっかりと と考えてファーストアンサーではまず、えー、としっかりとできるものを、えー、と拾っていけばそれで十分かなということです。 はい。えっ、ー、と、慶応大学は、えー、SFC に限らず語彙力ってものを、えー、非常に重視する傾向が強いと思います。他の大学に比べても、えー、その傾向が強いと。例えば、小学部では書ける学力、理工学部でも書ける学力ですね。えー、難しい単語ではないんですけれども、えー、高校生が一般的に受験用に持っているような、えー、と基本的な単語集の、えー、派生語を含めた、えー、書き取り、こういったものが小学部や理工学部では、えー、重要になります。 えとそれから法学部では、えー、とかなりまあ高度な知識が必要で、えーとまあ、出題されない年もあるんですけれども、えー、と派生語を含めたものがやはりこれも、えー、とマーク式の問題とはいえ書く、えー、能力が必要になりますね。SFC はというと,、えー、とそういった小学部や、えー、と法学部の問題に比べてどちらかというと文脈読解力 えー、しっかり読めているかどうかということを試すために聞いている語彙問題が非常に多いというところ、えっ、ー、とそこをあの <coughs> 間違えないように対策をしてほしいと思います。やたらと難しい単語集を買ってきてその意味を、えー、文脈も何も考えずにただ英語日本語日本語英語っていう風なえっ、ー、と暗記中心の学習では、えー、実践的な対策にはならないというところに注意をしてほしいと思います。えっ、ー、と今日はここまで。